どうも、初めましての方も、そうでない方も、名前は聞いたことあるぞという方もね、二度三度四度五度六度七度八度九度。長い、早いよな、俺。俺たちが新風亭カンジャムです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、パルデア地方のね、ランク待ち環境、ちょっとね、冒険していきたいなと思います。いいね。まだランクは始まってないけどね。始まってないんですけど、なんかね、みんなが潜っとるけんね。僕もその海に飛び込みたいと思いまます。なるほど。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。めちゃくちゃ時間かかりましたけど、構築踏んできました。かかったね、今日。かかりましたね。まあ、サムネタイトルある通りですね、今回ちょっと、ウケポケモン多めに使っていきたいと思います。はい、ただ、ちょっとね、弱体化っていうことで、一番のね、風評被害受けてます。どういうこと？一番の風評被害受けてます。細かいことは気にすんな。ニュアンスで感じろ。魂で感じろ。そんな、言葉をね、そんなダメよ。ああ、分かった分かった。感じ取れ。俺の言いたいことを感じ取れ。ただいま、AM4 時を回ろうとしております。AM4 時です。しかも月曜日。パルデア版のウケるね。はい、よろしくお願いします。お願いします。信用さあんまな孤独さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にね、信用さあんまないな。イルカだけやな。マスカニャから入って、何でニャ声高くなった？マスカニャから入って、ミミズズ鉄の、ドクガでいこうかな。ほう、3体で一緒。新キャラばっかりで。あ、これ結構いいぞ。マスカーニャ、何や、いけるんじゃないか。ちょっとヒートロトムとミミッキュだるいなっていうだけやけど、それ以外はいけるな。これでいきたいと思います。この3体ですわ。なるほど。大成、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、豚骨さん、オッケー、出しがった。マジ出しがった。あ、これニックネーム見れるんやね。ああ、入れときゃよかったな。つけてくれよかったね。ニャン吉とかね、つけときゃよかったな。トリックフラワー、もう打っていきます。ほう、これ相手どうする？もう初っ端から切っちゃう？テラスタル。いや、イルカマンはでも引きたいよね。引きたいよね。うん。引くが、引き先おるかって話。レンジ。誰やねん。電子レンジやな。あ、電子レンジ、なるほどね。電子レンジさん。あばらやかと思った。これ変幻自在でね、このタイプにもうなっちゃうもんね。よくない。ただ、こいつを削ることはね、でかいことです。ほう。本当にでかいです。あー、そうですなぁ。そうですなぁ。え、何この技個性、毒ビシとかあるの？毒ビシ覚えるんよ、こいつ。へぇ、これね、毒ビシを覚えるポケモンでね、検索したらね、なんかマスカーニャがおったけどね、誰でもよかったんやけど、マスカーニャにした。そっか、毒ビシで決めたんや、毒ビシで決めましたね。変なさよりゆうやな。いけるときに毒ビシしたいなぁ。スカーフの可能性もあるんで。あー、スカーフですね。スカーフでした。スカーフおにぎり。問題ない、問題ない。じゃあもう引いてくるしかないんや。引いてくるしかないね。へぇ、引き先誰かな、分からんけれども、ナミイルカの可能性もあるね。イルカマンね。ああ、イルカマンか。イルカマンは一回引いたらフォルムチェンジしてくるけんね。うん。なるほど。ここミミズズ。うん。ああ、ここは噛み合っちゃったか。まあ問題ない。イルカマンか。松茸、新しいポケモン来たー。あ、キノガッサか。高級キノコにすな、勝手に。キノガッサね、オッケー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 。これね、マジででかいっすよ。これマジででかいっすよ。マジででかいっすよ。大ジャボデが3回言いました。3回も言ったね。いや、キノガッサはね、これミミズズ、これも最高のね。そうな、対面作りました。相性いいと。相性めちゃくちゃいいです。完璧ですね。え、なん、さあ、ここ尻尾切りいきます。尻尾切りなんや。尻尾切りっていうのは HP を半分削って身代わり状態になってから引くっていうね、技なんですけど、包帯まで行ききる技ね。はい、相手どうするかな。マハパンチかな、キノコの方しかな。まあどちらが来てもいいですけど、マハパンチは半分も入らない。入らない。 HB ミミズマジ硬いからね。そうなんや。抜群であれない。抜群でこれなんですよ。テクニシャンやね、これ。テクニシャン補正入っと、それでもこれですよ。マジか。でエースにつなぐっていうね。ほう、ってこい、鉄の毒が。おお、身代わりが残ったままエースにつなぐ。そう、これ強すぎる、マジで。しかもね、今キノコの胞子を歌い取ったとしても、カゴの実持ってるんで。なるほど、絶対つなげるんや。そうなんですわ。ええー、オッケー。極チャージで素早さも上がっていく。はい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 、もう整いました。持たせとるわけね、チャージのやつを。はい、で、炎の舞で、まあ、特攻上がったらいいなーっていう感じですね。
何パーセントな炎の前に。炎の前 50% やったかな。そんなに上がるよね。うん、威力80で 50%。 めっちゃ強い。お、誰が来る。さっき聞いて、イルカ。イルカやか、豚骨か。豚骨、オッケー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 、うん、なんで豚骨なの。分からん、なんでやろ、うん、イルカやから、哺乳類やから、海豚やから。あ、海豚やから豚骨なんかな。あー、確かにね、イルカって海豚と書いてイルカと読む。うん、おしゃれやな。豚骨、そういうことなんか。ちょっと待って、この試合終わったらちょっと俺たちも通うぜ。あー、そうだね、ニックネームちゃんとしていきたいね。そうやね、うん、これ急所か、で、特攻あげる。急所とかいらんけ。おし、ナイス。おー、いいねいいね。あ、これもう完璧ですからね。これ身代わりも残っとうけんね。うん、これね、なんで毒飯を撒いたかって言ったらね、このテラスタルベノムショックがね、やばいよっていう、ね、うわ、そういうこと。なるほど、なんですわ。おもろいそれ。なるほどね、ベノムショックあれか、毒状態の相手には威力が2倍になる。そういうこと。うわ、めっちゃおもろいなこれ。これエナジーボールよりもこっちの方が入るからね。あ、そうなんや。あ、うん、早くから毒テラスタルにしてって言ったんや。そういうこと。はぁ、これもう受けれんよ。うん、炎の前でね、特攻も1段階上がってるんで。さらに威力2倍。え、80っけ。80、うん、160。 OK、 タイプ1テラスタル160。うん、打てるんや。えげつないし、えげつね。ああ、そして C1 段階アップ。うん、たまらんなこれは。これもう受からんぞ。ちょっとたまりもないよ、豚骨は。もうバショーイ、バショーイ。ちょっとこれ三立てルート見えとるな。え、1試合目から。マジか。ほんだってよかった。これ気持ちよすぎるわ。非常のクローンじゃなかった。すごいすごいすごい、これ。いや、ワンチャンね、うん、頭の中で強いと思ってもね、いざ対戦して、あ、これちょっともうカットやからね、もうちょい時間かかるわとか、うんうん、なる可能性あったもんな。全然あったね。うん、ここは様子見たいな。スカーフやもんな相手。うん、確かに。うん、ただ上取っとうと思うよな。ほう、鉄の毒画の S どのぐらい。110。結構早いな。うん、何タイプになるやろ。何してきたの。うん、何タイプ。炎、電気から炎になる。うん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 、じゃあじゃあ炎の威力を上げるっていう感じだね。うん、でオーバーヒート打ってくるんだけど、上、まあ、毒じゃないが、スカーフやからそんなに耐久に割いてないから、ベノムショックで落ちる。おいしょー。オッケーオッケーオッケー。素晴らしい。マスカーネでケツ取ったけどね。そういうこと。うん、冬やけんね、毒飯が入らんけん、うんうん、やっけんちょっとね、ベノムショックで火力が上がらんから削っときたかったんや、はい、なるほどな。うん、まあ、半分削っときゃ2倍当たっとんと同じやからね。そういうことですね。うん、さて、ベノムショックを打っとけば終わるっていうね、この3試合。えい、優しさ。すげえすげえこれ。うん、わ、ベノムショックってこんな強い技やったんや。あ、これ受けが刺さっとうなみたいな。相手これ崩せんなっていうときは、うん、毒菱でも毒でじわじわ削って受けで殺すっていう、ね、おー、そういうこともできるっていうので、ハイブリッド型受ける。これがこの環境めっちゃ強いと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。すげえ、毒で2パターン用意しとったんや。ブラボですわ。ブラ、お前中友みたいなことすげえ。試合勝った後ブラボ連呼するやつ。中友みたいな。あー、眠い。さすがに眠いわ。声出さないか。4時10分よいしょ。マジで朝もうおかしい。普通に明日仕事なのに。ほんとよ。いや、もう出社したくねー。しかも今の仕事眠いんだよな。作業がよ。おかしいって。くそー。ポケモンやったらね、いくらでも起きてられるんやけどね。そうね。うん、仕事となるとな、なんか闘争心がわかんというかね。マジ眠くなるんだよな。純太さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おい、過去作から連れてきた。ほんとやな、見られたやつらばっかり。マジでこんなパーティー、キノガッサカバルドンギャラドス海流ハッサムミミッキやないかい。うわ、ほんとや。ちょっとトムが目悪いけど、なんか読めてないのかと思って。ありがとう、読み上げてくれて。読んだけど。そうだね、カバルドとギャラドスとカイリュウしか見えん向こうから。あ、ほんと、うん、目悪いんですよ。目悪いんよね。あ、今ちょっとテレビのモニターでねやってるんですけど、これまあまあ大きいぞ。そうね、まあまあ大きいっちゃけどね。まあでも全画面になってないけんね。これ言ってもわからんわ。これ言ってもわからんわ。テレビの中のちっちゃい画面でね、パソコンを投影してやっとるけんね。そう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 。あ、カイリュウおる、カイリュウおる、カイリュウおる。そうね、カイリュウの対応にはね、ちょっと困っとうけんね。困っとうけんくさ、うん、ミミズズがね、絶対いると。なんでゴリゴリの博多と思うところなんですけども、うん、ミミズズ一定の、鉄の毒がいくか、これ。
鉄の毒がね、エースがね、うん、欲しいけどね。うん、ちょっとディルー行くわ。あ、ディルー行く。うん、ディルーね。ディルー行く。鋼2枚で行くわ。まあ、鋼じゃないけど、鋼テラッサルのディルー行くわ。はいはいはい。鋼テラッサルが活躍することあるんかな。あるでしょう、いつか。マジで？うん、ミミッキュとかね。うん。あいつ、悪タイプやけんさ。はいはいはい。フェアリーで、ってやろうとしたら、鋼でバーって返す。なるほどね。その擬音ばっかりの。行ってきまーす。よっしゃ、行きましょう。鋼テラスタルのテラピースめっちゃ集めたけんね。うん、一生懸命よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これ気のがっさにね、一応対面で勝てるような猫に仕上げてますんでね。あ、そうなんや。うん、先発猫来ても大丈夫です。うんうん、うん、多分マッハパンチ2発で余裕で落とされるんやけどね。うん、あ、そうなん。ああ、アクタイプやしね。あ、そうか。あ、ギャラドス、ギャラドス来るか。電磁波。ああ、そういうギャラドス。何、威嚇。威嚇よね。うん、ただこいつ威嚇期間圏ね、このトリックフラワーに関しては。あ、そっか、絶対急所に当たるけん、急所当たるけん威嚇はもう関係ないです。なるほど。うん、これめっちゃ強いです。これいいね。うん、先発ギャラドスか。うん、人間自在、人間自在、悪タイプがなくなる。うん、いいね。うわ、いいね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 、入るね。リュウマイ問題ない。割と威嚇前提のね、耐久にしてあるけん。そうなんよね。入らんかったら、そう。いきますよ。ギャラドスって威嚇あるけん、ちょっと防御もね、うん、そこそこあるように見えるけど。うんうんうん。なんそんなもんなんですわ。なるほどな。うん。マスパーね、助けなんでね。これも突破させていただきましょう。うん、あ、素晴らしい。うん。これでいけば OK。ひるむな。ひるむな。ひるむな。凍るな。何もするな。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。うん、ちょっと要望多かったけど、しっかりこなしてくれた。ナイス。ありがとうございます。いいね。これいった落としたらでかい。意外とこの先発性能高いね。じゃあトリックフラワーとかですか。うん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 、そうなんだ。まあ毒ベシをね巻いていくって感じで、さっきの試合も見せましたけど、ね。うん、うん、そういう感じです。安定して投げれる。あ、ケメミキ来た。はい。来てくれた。ミミズズ行ってもいいけど、あ、うん、ボディープレスやった。ボディープレス型やった。前地獄好き入れとったんけ。うん、なるほどね。ここはどうしようかな。あ、シャドウブレードはしよっか。いやでも次の再戦もあるけん、ちょっとあんまり技内緒にしとこう。ああ、なるほどな。かけましょう。再戦あると、再戦もね頭に入れて。そうなん、やっときます。再戦あることあるんや。ここは玉ミミッキね。 OK、 玉ミミッキ OK。ディンルでいくか。ディンル技がね、ディンルでか。うん、ああ、ディンルしかね、ボディープレスが入らんからな。そうだね、ボスよりちょっときついね。うん、裏返りおるやろうからな。もうテラスルスタール。テラスタルすら言えてない。そんな噛むような単語でもないな。テラスタルするしかね。テラスタル、うん、ヘビーボンバー。怖い、ヘビーボンバー。うん。重さの差は結構あるんじゃないの？いや、ミミッキはね、もう軽いし。軽いやろ、こいつ。ディンルは頭でもうだいぶ持ってるから、ね。そうね、もうなんか首垂れとうもんな、重さ。首垂れとうもんね。うん。整骨院行かんと。あれを外せよ、マジで。上の頭取れ。いや、で俺もなんか喋りすぎて。うん。もう、あれから30分以上経ちますけどね。うん。初めて実況を。そうやね。なんかもう盛り上がってます。あ、マジで？うん。お前、4時20分やけど大丈夫か？めっちゃ暑いわ。マジかよ。お、なんか、なんか、照らしたりしてきた。あ、俺やった。大丈夫か？大丈夫かよ、もう。4時20分出とるって、お前。もうやばい。何タイプやろ、とか思って。オッケー、じゃあレッツくー。これ強いわ。強いね。これ強いわ。シンプルやけれども。うん、抜群技をね、うん、変えるというね。悪地面のディールはもういないよと。うん、そして待ってないミミックなんて怖くないよと、ね。おい、うん、いいね、皮も剥がれちゃって。これマジでいける。いいね、鋼テラスタルが生きたね。生きてるね。これボンバーボンバーボンバー、うん、交代してくるか。見てくる。まあ帰りやと思うけどな、裏、うん、どうやろ。でもミミズズが重いよね、多分。ああ、向こうから海流側からしたら、うんうんうん、まあ、地震とか、うん、まあ、激凛とかダブルウィングとかあるかもしれない。何も入らんね。そう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 。捕食に加えてタイプ的に。あ、カバー来た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 。うっし、おい、カバーどうなの。これむちゃくちゃいい対面です。そうなん。うん、皆さん、あ、普通に止まるって思っとうかもしれんけどね。うん、カバーどうはちょっと重たいんでね。
はい、挑発します。ウェイ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 、挑発仕込んどるんかい。リンリュウね、45族なんですけどね、うん、まあ、カバルドンのことも考えてね、しっかりと素早さ振ってますわ。素晴らしいね。で、自信打ってください。自信打ってくれたらね、うん、発動しちゃうんですよね、うん、弱点保険がね。うわー、素晴らしい。君のことおいしょ、ちゃんと見てるよ。素晴らしい。オーライ、オーライすぎ。弱点保険発動。おお、完璧やん。完璧な保険入っとったな。オッケー、ピンポイントで。もうカバルトのためにね、弱点保険にしたと言っても過言じゃない。おお、うん、あ、ちょっと、でもこいつやられたらやばいな。確かにミミキにすることがなくなるけどね。そうそうそうそ う, そう、やけん鉄壁でね、 TOD みたいなね、うん、落とせないかんくなるけん。そうね。あら、他照らしたりしてきたよ。何になる、何タイプ。もう、怖い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 。草タイプ や, ー草タイプやー。なんで草タイプなの。なんで、やばいやばいやばい。うわー、今一つなる。なんで草タイプ。水とかは半減するってこと。やんだーうわ、ちょっと待ってください。池のテラスタル、いきなりきつい。さらにお盆、地震、死ぬよねこれ。さっきのダメージからしたら死んじゃうよね。そうだね。うわ、引くべきやった。いやー、援護色、まあね、弱点保険やし倒れると思ったよ。そうやね。うわ、これが池のテラスタルか。うわ、きつ。池のテラスタル返し、うえー、挑発も切れる。うわ、これでも鉄壁でも相手のね、うん、ちょっと、あ、でも相手あれや、命の玉やけんさ。命の玉、ああ、ミミキがね、ミミキがやけん、もう鉄壁でもう我慢しとけば勝てるわ。なるほど、うん、おお、マジで受けの逆転ある。受けの逆転、受けの逆転の逆転の逆転で、ね、マジかよ、うん、すげえな、受け。で、ミミズズのね、うん、こいつ あの攻撃まだ見てないから、どういう技があるかも見てないからさ。確かに、うん、こっちね、ミミッキー打点があるとかね、うん、知らんから。そうやな、うん、まあ、よしてくると思うんですけどね、うん、うん、しかし持ち物がしっかりね、うん、やつ持たせるんだね。そうなんですよ、うん、噛み合うね、噛み合うね、なかなか。計算上だとすごい、うちも相手も。そうやね、噛み合うね。首やろ、見せて、うん、首やろ、うん、同じ感、首やろ。おい、オッケーオッケーオッケー。今の俺たちにあくびは効かないぜ。怖い、うん、もうハイになったもんね。マジハイ。アドレナリン出てます完全に、はい、ボディプレイ、怖い、ボディプレイ頼む。オッケー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 。わー、落とせんのかよ。自信は効かないです。土色、ういこれ、土色自信しかすることないけんか。まあそうやね、うん、うん、カゴの実っていうね。よいしょ、いや素晴らしいな。噛み合うね、超噛み合うな。マジか、マジか。ボディプレスいいの、うん、ピンピン返せばよかった。オッケー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 。突破できた、でかい、突破できた、でかい、いいね、うん、あとはもう鉄壁、鉄壁ばっかして、うん、もう弾ダメで殺すすごいな、いけるんか。それしかない、うん、やることがありません。すごいね、うん、おし、うわ、素晴らしい。ありがとうございました。受けの気持ちいい勝ち方、ありがとうございました。ありがとうございました。なるほど、正当に受けとしても勝てると。まあ、全然受ける弱くなってねえわ。確かにな、うん、テラスタルが逆に受けに追い風な面もあるよな、うん、そうやね。ただ、まあ、自己再生とかがね、ちょっとあんまりないから、そうそう、永遠に受けることがちょっともうできんくなっとるから、うん、まあ、受けつつちょっと攻めるみたいな、卓球でいうカットマンみたいなね。あ、ずっと受けよってもね、ちょっともう防戦っぽいからな。なるほど、時間切りを狙うんじゃなくて、うん、そう、相手の隙を狙っていくという、ね、そうそう、 PAP 切れとかも多分できんやろうから、うん、そういう意味では普通にアタックも大事じゃないかなと思います。なるほど、はい、いい考察やな。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございます。僕たちは寝ます。そうやな、さすがに眠るを使わせてもらおうか。はい、これで地方よろしくお願いします。いや、よろしくお願いします。終わり方雑死にすぼみが過ぎるやろ眠すぎやろ。ありがとうございました。バイバイ。